皆さんこんにちは、さちこです。今週は実家に用事があって日光に帰ってきたので、家から車で30分、日光霧降高原の木菅平園地にやってまいりました。今見頃の日光木菅をご紹介したいと思います。早速第1号の日光木菅を発見。背丈は50センチから80センチほど、オレンジ色のラッパ状の花を咲かせます。本州では高原でよく見られて、正式には前庭花という名前のお花で、日光固有のものではないそうです。こんなこと言うとあれですが、よく見るとお花の付け根と茎の間のところあたりにアブラムシがたくさんついています。ちょっと気持ち悪いです。写真を撮られる方は虫のついていない綺麗なお花を探して撮るといいと思います。さあ、ここでようやく半分ぐらい、もう少し高いところまで上がっていきます。ここは私が幼い頃スキー場だったんです。いつ頃だったかスキー場はなくなってしまって、気づけば日光木菅の名所になっていました。もちろん日光木菅の時期が一番なんですが、お天気が良ければ見晴らしがとっても良くて気持ちいいので、お花の時期以外でもおすすめスポットです。頂上まで上がるとなると階段はなんと1445段ありますが、でも綺麗に整備されていますので、思っているより辛くないと思います。ぐーんと傾斜がきつくなって、一つ目の展望台がありましたので、そこまで行ってみましょう。あいにくの梅雨空、晴れていれば茨城や埼玉まで見渡せると思うのですが、晴れた日にまた再チャレンジするために、今日はあえて頂上まで行かずにここで引き返すことにします。それでも十分鮮やかなオレンジの絨毯を楽しむことができました。木菅平を後にしてさらに山を上がっていきます。霧降りという地名なだけに、すぐに霧が立ち込めてしまうのがこの辺りの特徴です。じゃーん、続いてやってきたのは大笹牧場です。小さい頃から慣れ親しんだ場所です。まずはやっぱりお土産コーナーに向かいましょう。日光の銘菓も置いていますが、せっかくね牧場に来たので、やっぱり乳製品を買っていきたいと思います。まず一つ目は牛乳プリン。次に牛乳も好きなんですけど、今日は飲むヨーグルトを買っていきます。それから食べるヨーグルトも買って、あとチーズかなんか買おうかなと思います。お買い物が終わったら最後のお楽しみに参りましょう。大笹牧場に来たら必ず食べるのがこのソフトクリームです。さあ、いただきます。やっぱ美味しい。だいぶ値上がりしたなっていう感じはあるんですけれど、それでも食べる価値はあると思います。牧場ですから最後は牛ちゃんたちにご挨拶してから帰ります。今日はホルスタインが放牧されていますね。おーい、おいでおいでってしましたが、さすがに来てくれませんでした。別の場所にブラウンスイスもいましたよ。あー、やっぱり自然はいいですね。ほんの少しの時間でしたが、お花に緑にとってもリフレッシュできました。緑のトンネルを抜けてお家に帰ります。それでは
恒例のお土産実食タイムです。まずは飲むヨーグルト、めっちゃトロトロして濃いので、暑いことだし、ちょっと氷でね冷たくしてさっぱり飲みたいと思います。そして食べるヨーグルトも、今日のおやつはヨーグルトにヨーグルトですが、でもとっても美味しい。さあさあ、飲むヨーグルトの方はどんな感じでしょうか。いただきます。魅力度ランキング最下位の栃木県ですが、ぜひぜひ日光や栃木にいらしてください。